今回のタイトルは、リップル、ジョージア国立銀行と提携、リップルの CBDC テクノロジーを採用、です。ぜひ、最後までお付き合いください。ブロックチェーン企業であるリップル社は、ジョージア国立銀行、NBG によって、デジタルラリ、GEL パイロットプロジェクトの使用協力者として選ばれました。この提携は、ジョージアにおけるデジタル通貨開発の次の段階を形作ることになります。実用性を重視。リップルと NBG の協力は、ジョージア経済内での応用の可能性について、リップルの CBDC 技術を評価することを目指しています。この試験運用では、公共部門、企業、個人消費者など、様々なセクターにサービスを提供する際の有用性を精査します。NBG によるリップルの選定は、厳格な評価プロセスの結果によるものです。同銀行は、リップルがこのプロジェクトと同様の取り組みを管理してきた歴史に対する包括的な理解を強調しました。リップル社のジェームズ・ウォリス氏は声明の中で、ブロックチェーン革新に対する NGB の積極的な姿勢を認めました。リップル社の世界的な CBDC の取り組み、リップルの CBDC プラットフォームは、中央銀行や政府がデジタル通貨管理の複雑さに対処するための統合的なソリューションを提供するように設計されています。このプラットフォームは XRP レッチャーによって支えられており、 CBDC の作成、取引、ガバナンスを簡素化することを目的としています。最近のジョージアでの取り組みとは別に、リップルはブータン、パラオ、モンテネグロ、コロンビア、香港などの国々でパイロット事業に関与してきました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。